どうも、松木の浅草木とエル歌舞伎のエルウダです、はい、どうも、デロニアン氏です。ということでね、今日は10月20日土曜日ということで、はい、ライオネス飛鳥トークショーが、行われるんですけど、素顔もで、はい、ちょっとね、この配信を撮ってる2日前の現時点で今行くか迷ってるところで、はい、チケット代5000円に頭を今悩ませてるところですので、もし行ったらね、はい、どうしますかね。テレビ王国見てましたって言いたいですね。いや、そのためだったらいいよ、ツイッターフォローしてなんかリプ送ればいい。いやいや、直で言いたい。いや、リップでいい、それはね。え、いじってんじゃねえとか言ってね、俺がクラッシュされてしまうかもしれませんけども。いやいや、もう今もうそんなね、おしゃれかですよ、うん、ねえ。ということでね、はい、結成18年目の告白、うん、ユリアリク大喧嘩、人間対猿というニュースなんですけども。え、先輩なの？先輩ですよ。リク先輩ですよ。リク先輩だったんだ。30日に最初で最後の単独ライブ、うん、お猿と女猿回し師の お笑いコンビ、ユリアリク、かっこユリア40、うん、リク19が、30日、うん、コンビ歴18年にして最初で最後の単独ライブ、うん、ユリアリク猿回しの世界をザ・高円寺2で行うと。あら、すごい。くしくもエル歌舞伎が12月に単独ライブを行う場所と同じなんで、同じ場所に戦いですね。なんで俺が猿の立った舞台叩けたの。いやいや、そういうのはリクの方が思ってるよ。なんでこっちが出ろとかエルとか言ってるのお前。チーンですよ、本当に。噛まれますからね。あー、ね、そう。でね、お猿のリクは引退が決まっており、だからまさにそうなんだ。セサミストリートのビッグバードも引退ですから。引退だ。今年動物が結構引退ですよ、本当にね。いや、あれ着ぐるみだから、うん、あ、着ぐるみですか、うん、いや、リクもね、着ぐるみだったら怖いっていうのはありますけど。ドーライブはまさに集大成の舞台、うん、ユリアは意気込みを語るとともに、うん、かつてコンビ別れを意識したという取っ組み合いの大喧嘩があったことを本心に明かしたということで。いや、危な、怖いですよ。もう猿の惑星みたいなことになってますから今。なってるよ、ね、猿の惑星ですよ、もう。一応このトースポさんの写真なんですね、ライブでは息の合った宇宙飛行士コントもっていうのがあるんですけど、ね、世界初の猿の宇宙飛行士なんですけど。ちなみにですね、猿のリクは人間の年齢に換算すると68歳という高齢だと。うわ、すごい。一応調べましたところ、うん、市村正親さんの1個下。ジュリーの2個下。ジュリー70歳はね、2個下。でも全員舞台人ですから。舞台人ね、それ10 もうあれ。でもリクもね、ジュリーじゃないけどドタキャンしたことあるとかないとか、ね、いや、ないだろ。あんじゃない。あるから、分かんねえもんな、ね、他の猿連れてこれでも分かんねえからな。来年5月までの引退が決まっているということで、あ、これは、まね、もし復帰した際には大仁田敦との共演もあるかもしれませんけどね。猿爆破ですらって怒られるよ。怒られるよ、ほんとに。ねえ、でもうまく大仁田だったらさ、はい、大仁田さんだったらうまく試合にできそうな気がする。もちろんです。それは一流のレスラーですから。一流だからもう、それだけにユリアの今回の単独ライブへの思いは強い、うん、18年かけて築いてきた芸を見ていただくということなんですが。いや、そんな先駆けしてっけ。お猿さんとの18年は黙って過ぎていくものではなかったとつくづく感じますと振り返る、ね、え、何よりも大変だったのは人間と猿との関係づくりだった。うん、なるほど。猿社会の規定にのっとった上下関係を作るという部分で向こうが挑んでくる時期が何回かありました。あ、なるほどね、うん、ボス猿変わるもんな、はいはい、意外と人間のコンビと同じですね、はい、こういうコンビもいっぱいいますからね。あるからね、逆転しようとする。向こうが挑んでくる時期が何回かありました。そこで人間でいうと本心を言い合いました。喧嘩してまで言い合う時期が数回ありましたと。言い合う、はい、中でもコンビ解散を意識したするほどの大喧嘩が結成10年目にあった、うん、あ、もうちょっと下がってきて、ね、そろそろ俺がリーダーやと。あ、そういうことか。そういうことでしょう、うん、忘れもしませんね、本番中です、うん、私が卒業した動物専門学校の学園祭に呼ばれた時、うん、後輩や先生にいいところを見せようとしたその時です、うん、2回公演の1公演目、うん、お猿さんは時場所関係ないですからね、芸をやらないどころか私を舞台上で挑発してきた、うん、リハではお利口だったんですが何千回も何万回もやってきた竹馬を、うんうん、はあ、誰に向かって言ってるんだよぐらいの感じでした。だ、竹馬をあれかな、投げ捨てたのかね、投げ捨てたんですかね。ねえ、一応お猿さんというのはこのアニマルテイナーさんのことではないというのはね、いいわ、途中から聞いた方にはちょっと言っておきたいんですけども。なんだよ、山川エリカさんがじゃん、ね、あの奥さんね、奥さん、今でも可愛い子供。そうですね、うん、でリクが芸を放棄したため、うん、ユリアは途中でステージを終えて、うん、先生に土下座して謝った。ほう、
2公演目までになんとか解決方法を探そうとユリアは師匠で、うん、太郎次郎で一世を風靡した猿回し界のレジェンド、うん、紫太郎さんに電話をかけた。おだが紫さんからは、うん、お前でなんとかしようと突き放された。それはもうあれなんだね、 あるんだろうね。あるんですよ、従わせていかなきゃならないっていう。猿回しがユリアさんで、ユリア回しが紫さんということで、回されてねえだユリアは。ユリア回すってお前ちょっと犯罪者がすごいですか。ユリアは愕然としたが、うん、ステージは迫っており、なんとか解決するしかない、うん、そこで撮った策が学校の横の畑にレジャーシートを敷いての大喧嘩だった。ほうねえ、プロレスのような小学生の兄弟喧嘩みたいな、うん、各国賞陸から仕掛けてくるので私も応じました。ほう、動物は闘争本能が備わっている、うん、陸ももちろんそうですので、私がお猿の盾社会に入るという感じですね、うん、そういう戦いがあったからこそ私たちはやってこられた、うん、その喧嘩で私が負けていたらコンビは終わっていたと思いますと。ほう、ユリアは知らない間に勝っていたんですね。勝っていたんですね。北斗の拳みたいな。お前はすでに負けていると。ね、おなるほどね。当時だから10歳って30前後ぐらいか。なるほど、猿の年齢としては半分ぐらいだから。そうですね、だからかなりのあれでしょうね、うん、もう自立心というか、はいはいはい、芸人も大体30前後で辞めるかどうかを迷うという時期があると。そう、確かにね、30でね、はい、なって竹馬乗りたくねえもんな、そんなな。だから俺陸の気持ち分かる。人間とは感覚違うだろ。嫌だもん、そんなカッポカッポして、18年も続いた人間と猿のコンビは前例がない、うんうん、で調べたんですけど、うん、一応同期が桑畑大原さん。ね、あーそう、祝辞とか来るんですかね。いやどうなんですかね。ただまあ養成所が違うということで。あそうか、そう、動物学校か。おそらく面識はないだろうと。だ動物専門学校何期生とかそういう挨拶があるかもしれないね。 NSC 何期生みたいなね。あるんだろう、ある、あるだろうな。 NSC で言うと何期ですわね。そうそう、お前が勝手に逆算してんだろうっていうね。で師匠の紫さんも、うん、陸の芸はもう猿翁の域に達したなと。猿翁、猿の王と書いて猿翁ということで、あるんですね、絶賛するほどということで、単独ライブは日本の芸能史に残る1ページになりそうだということで。大変だったろうね、これはね。ねえ、くしくもね、この記事の横にあるのが、うん、グレート小鹿さんの小鹿が明かす波乱の生涯ということで。猿から小鹿まで、小鹿まで、トースポはね、動物誌になったんですよ。トースポの一枚が動物誌面、エロ記事だらけ、動物記事が小鹿から猿から猿まで、ねえ、ユリアまで、ね、え、動物じゃないですけども、そしてですね、はい、女子生徒、アメリカの女子生徒が、うん、祖父の遺骸入りクッキーをクラスメートに配る。うわ気持ち悪い。ロイター通信ということで。気持ち悪い。なんかステラおばさんも驚いたとか。いや話を聞いてますけど。ブラックステラじゃん。ねえ。アメリカカリフォルニア州のハイスクールで、今月女子生徒が亡くなった祖父の遺体を入れて焼いたクッキーを持参し、何それ、クラスメートに配っていたことが警察の話で明らかになったと。うわ気持ち悪い。一応私逆オスマン参考状態で一応。いいよ、お証拠じゃねえんだ。参考さんは風習を知らずにお証拠を食べてしまったんですけど。うん、これ何、え、どういうこと、ね、少なくとも9人がこのクッキーを食べたという、うん、遺骸入りだと、分かっていても食べた生徒もいた。警察はこのクッキーを食べて体調を崩したとの報告はないとし、学校が対応判断すると明らかにしたということで。まあカルシウムだからな、ね、だから、あ、なるほど、だから体にいいんですね、逆に。いや、気分の問題だもん。違いますか。でもあれ仮想なんだね、カリフォルニアは。あ、まあ人にもよるのかね、信教とか分かんないけど、宗教によってちゃうのかね。で9人がこのクッキーを食べたということなんで、知ってて食べるってなかなか、まあ、よくわかんない。子供ゆえの、まあ、高校生ぐらいがよく分かってなくて。いや分かんだろう。まあどうなんだろうね、意外だぜ。まあもちろんね、ああ9人が食べたということなんで、ああ、まあ、ちょうど野球チームができる人数ということで、ああ巨人じゃなくて個人っていうチームをねちょっと作ったらどうかなという、ことも思っておりますが。いやいや、もう全然統率取れんだろう、うん、もう嫌なやついるんだから怒ってるやついるんだからねえ、それまとめ上げれねえよ、どう考えも。そしてですね、はい、コナンが10ヶ月ぶり最新刊発売。おお、黒ずくめの組織ボスの正体が明らかにということ。え、もうじゃあ終わりに近づいてるじゃないですか。あ、そういう感じですか。私読んだことないんで、はい、黒ずくめの組織ボスの正体明らかにってことは、うん、まさか山根会長じゃないでしょうねっていうそこだけはちょっと考えたんですけど。ねえ、まあ、黒ずくめではない。黒ずくめではないですか。真っ白いスーツですか。あ、そうですね、もうじゃあもう終わりますな。へえ、そうなんだ。でも分かんないね、
あ、それのまたボス、うん、分かんないけど俺は全く見たことないからさ。だから結構早いうちにこれはあいつは、はい、黒の組織のやつじゃねえとかってのバレたりしてんすよ、はいはい、こんだけ長くやってる。はい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 、なるほど。でなるとワンピースとかも長くなれば長くなるほど、はいはい、あれこれこうじゃねえとかって考察の方が面白くなっちゃって、それを超えなきゃなんないって言ったんだよね。はいはいはい、なるほどね。ドラゴンヘッドとかあったじゃん。ドラゴン、あとありましたね。 あったじゃん、オチが全然なかったっ、オチが、そうそうそう、はいはい、あれってこのまんまっていうさ。どうなんだろうね、 ここまで煽っちゃってるから、うん、ねえ売れるでしょうし。で逆に白ずくめの組織って言われたのは、うん、パナマウェブ研究所ですね。そこはあの忘れない、まあ、まんまだな、アザラシと一緒に。そうだね、スカラーハ、コナンじゃなくてタマちゃんと一緒にやってましたね。スカラーハどうしたんでしょうね、どうなんですかね、どうだったんですかね。まあでも、ね、山梨県でしたっけ、ノーベル賞ものの発見ですよね、スカラーハって。なんだか知りませんけど。いや、なんだか知らないよ。昔言ったガゼッタ星人の親父と一緒だよ、分かんない、ガゼッタオカ。なんだけどね、いたじゃん、あの宇宙人の更新できる超人、あの、超常現象スペシャルね。でいたじゃん、ガゼッタオカね、うん、ということで明日はですね、うん、中高生恋愛バラエティ番組がヒット曲を生むわけ、うん、背景に TikTok& インスタをちょっと取り上げられれば。わ、狙いました、若い層ついに。ちょっとできたら行こうかなと。はい、できなかったらもう、はい、あのベルマークに関するニュースをちょっとあるので、そちらで。子供欲しいですよ、子供人気ですから、ベルマークベルマーク人気ですから。あの封筒にね、よく入れましたんで、はい、あのね、あの学校のね、はい、先生がね、クラスメートにベルマーク集めてくださいってね、俺らのベルマークでピアノを買おうとしてた学校っていうね。あ、でもね、今思うとね、そうです。でもいいことだよね、まあ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 、寄付っていうことで、はいはい、ということで、はい、また明日、お聞きなさってください。